ビッカース重機関銃、ビッカース重機関銃、ビッカース重機関銃、A、ビッカースマシンガン、またはビッカースガンは第一次世界大戦と第二次世界大戦の両大戦を通じて運用されたイギリス軍の正式機関銃、ここでは便宜上重機関銃と呼ぶが、イギリス軍ではこの機関銃を中量級機関銃、ミディアムマチネ軍に分類しているである。 この機関銃は、メトロポリタンイコールビッカース社製の水冷式銃機関銃であり、弾薬はイギリス軍の正式小銃であったリーエンフィールド小銃と同じ30。303ブリティッシュ弾 7.7mm56R を250連発の布製リンクに装着して使用する。この機関銃は大変万丈で信頼性が高く。 戦場においては10丁のビッカース重機関銃が12時間連射し続けて10丁合計で100万発の銃弾を発射し100本の重心が摩耗して交換を余儀なくされたが本体が廃車や不良や相談不良などのトラブルに陥ったことは一度もないほどであった運用は1丁につき6から8人のチームで行い その役割分担は、いてと総天手が1名ずつ、残りの4から6名は、機関銃の傾向を補助するとともに、予備部品や整備用品、弾薬を傾向する。重量は、どの方かによって前後するものの、一般的には、機関銃本体は11から1 3ラム、三脚が18から2 3ラム、布製リンクに装着された250発の弾薬が入った。 弾薬箱が1個あたり 10kg である。4.3リットルの冷却水は重心周りのウォータージャケットに入り、射撃によって熱を持った重心を冷却する。ウォータージャケットにはゴム製と思われるパイプが付属しており、これがウォータージャケットから放出された水蒸気を水に戻す複水器につながっている。この機器は水を手に入れにくい野戦。 特に第二次大戦の北アフリカ戦線に代表される砂漠戦では特に重要であった。ビッカース銃機関銃は1884年にハイラム・マキシムが開発したマキシム機関銃をベースとし、1896年にビッカース社がマキシム機関銃をもとに重量軽減やの追加などの改良を加えて完成した。 イギリス軍はこの銃を1912年11月26日付で正式採用し、しばらくはマキシム機関銃と共に運用していたが第一次世界大戦により中隊単位で運用され拠点防衛担当のビッカース銃機関銃は分隊単位での突撃支援を主な運用法とするルイス系機関銃と対応なす形で共にイギリス軍の標準機関銃となり、 1916年8月までにの、零下で100個中隊が、機関銃中隊として、再編成され、1個不評大隊もしくは1個、機兵連隊につき1個機関銃中隊が配備された。第2次世界大戦直前には、ビッカース銃機関銃の更新が心を見られ、対抗馬として、チェコスロバキア製の 7.92mm 口径、ZB53 銃機関銃との比較試験が、 行われた結果、ZB53 は、戦車搭載用機関銃として採用され、ビッカース社で、ペサ機関銃として、ライセンス生産されたが、ビッカース銃機関銃も不評用の銃機関銃として、運用が続けられた、同時期に、ルイス系赤銃の後継として採用されたブレン系。機関銃もチェコスロバキア製の ZB26、軽機関銃を元に設計されている。 第二次世界大戦後も朝鮮戦争や第二次中東戦争などで使用されていたこの時期に 7.62mm ナトー弾使用への回収を行った可能性があるものの1958年以降に FN マグ汎用機関中にイギリス軍家の回収を行った L7GPMGA の更新が進められアデン保護領南イエメンのラドファン地区での放棄鎮圧を最後に 1968年5月30日付でイギリス軍から完全に退役した。ビッカース銃機関銃は現在でもインドやパキスタン、ネパールにおいて予備兵器として保管されている。ビッカース銃機関銃はソッピースキャメルやスパットィンなどに代表される1916年以降のイギリス及びフランスの戦闘機の標準兵装となった。この機関銃は 戦闘機の機種上部にプロペラ同調装置と共に装備され、重心周りのウォータージャケットには冷却用の空気を取り入れるために多数の穴が開けてある。第二次世界大戦前に戦闘機の機関銃が機種から主翼内部に移され、ビッカース銃機関銃はより連射速度の速い、ブローニング M1919 銃機関銃に交退された。なお、 第二次大戦で使用された、イギリスの数種類の爆撃機や攻撃機にはが、旋回機銃として装備されていた。ただし、駆動方式がガス圧利用であり、球弾方式もルイス系機関銃や DP-28、系機関銃と同じ番型弾装、パンマガジンを利用するなど、全くの別物である。ビッカース重機関銃の派生型としては、50、 62ビッカース機関銃が挙げられる。この機関銃はイギリス海軍艦船の対空機関銃として設計された大口径50口径弾薬を使用する機関銃で一般的には全周一旋回とプラス80度マイナス10度までの行不覚を取ることのできる銃下に4丁単位で搭載された。1920年代に開発されタウン級系寿命館。 大道休憩巡洋艦、カウンティ90巡洋艦などに搭載されたが、後日エリコン2 0ト、mm、ル機関砲やボフォース4 0ト、mm、ル機関砲に換装された。また、陸軍では一部の戦車に搭載された。ビッカース重機関銃は、第一次及び第二次世界大戦で使用されていたため、イギリス連邦のみならずナチスドイツとオーストリアを除く、いろいろな国で、不評用、車載用、 あるいは、航空機関銃として、アメリカ合衆国のブローニング M1919 銃機関銃と、同等かそれ以上に、それぞれの国の正式弾薬に合わせて製造され、輸出、供与された。弾薬の具体的種類としては、以下の種類が挙げられる。1916年8月24日に、ビッカース銃機関銃の堅牢性を証明する、作戦が、 フランスソンム県で行われたソンムの戦い、当時イギリス軍はビッカース MK1 一応専門的に扱う機関銃軍団が存在した。同軍団が編成していた第100中隊が受領した作戦は特定の地域を12時間にわたって機関銃を撃ち続けることだった。これにより敵の通行を阻止し地方を確保することが目的であった。そこで第100中隊は 制圧地域まで約1400から1800メートルに、機関銃座を一定距離はなし置いて、各銃座には1丁ずつ、計10丁ものビッカース銃機関銃を配備、銃座内には多量の冷却水と弾、球弾ベルトも用意した。射撃が始まると、各銃は1時間に平均8000から9000発、場合によっては1万発も発射した。 冷却水も弾薬も数が足りなくなるのは自命のことで、中隊員と特別に派遣された兵士と共に、それら属をつかないよう、運び続けた。また、重心も名数に達すると供給、交換された。ちなみに、適切な運用をした、ビッカース重機関銃の重心名数は8500から1万発であり、単純計算で1時間に1本の重心銃で12時間に、 約120本の交換用重心が必要となった。ついに12時間にわたる制圧射撃を終えると、各銃座の隣には大量の空薬莢の山が築かれ、10丁で合計約100万発にも達する303ブリティッシュ弾を発砲したという。しかも、長時間射撃中に重大な故障を起こした銃はなく、各銃ともまだ十分に射撃できる状態を保っていたという。また、 この命令によって指定された地域は完全に確保され続けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。